田地区。堺市東部の山あいに位置し、地区の大部分を山林が占める小さな山里です。ここに一軒のレストランが誕生したのは2017年4月。武田で収穫された野菜を中心に、自家製のソーセージや生ハムを使ったおしゃれな料理が人気を集めています。自然に囲まれたのどかな山里に、新たな風を吹き込む提案型のレストラン、女性オーナーが描く新しい田舎暮らしの形とは。武田の自然の中に佇むレストラン、ラ・クラルテ。特徴的な屋根と石積みのおしゃれな壁が目を引きます。この建物はもともと保育園でしたが、休園に伴い武田の住民を中心に利活用が検討されていました。ラ・クラルテのオーナー兼シェフ、松下光さん。高校まで武田で育ち、県外の大学に進学、その後就職しました。結婚し、子育てのことを考え、11年前武田に帰郷しました。いわゆる U ターン組です。もう一番大きいのは子供ですね。子育てをする場所として都会ではなく田舎で育てたいなっていうのが一番大きかったです。ここお店もやってるので、都合の悪い時は両親に見てもらうこともできるので、本当に想像していた通りというか、はい、自分がしたかった子育てをできてるなっていう感じです。はい、いろんなご縁とタイミングとがうまく合わさってのこのお店を持つことができたなって思ってるんですけど、ここに帰って武田に帰ってくることを決めたときは、ここの保育園がレストランにっていうこともまだ話には上がってなかったですし、自分もできるとは思ってなかったんですけど、ずっとお料理は好きだったので、いつかやれたらいいなっていう夢はありました。ラ・クラルテはランチ中心のレストラン、夜は予約が入るとオープンする完全予約制。市街地からのアクセスも良いため、ディナーに訪れるお客さんも多いようです。パートで入ってくれるスタッフは10人ほどいますが、調理はほとんど光さんが一人で切り盛りしています。料理は地場産のものが中心。その時に採れた新鮮な野菜をはじめ、シェフの自家製ソーセージや生ハムが人気です。この日、ラ・クラルテにやってきたのは、近くの野菜農家の大森さん。時々、こうして採れたばかりの野菜を直接お店まで持ってきてくれます。彼女のお母さん通じて、私が、そうですね。うん、はい。指定関係で、それでそのお子さんだから。っていうこともないけど、ね、そうですね。まあ、同じ武田の、もうすぐご近所なので、うんうん、はい。よくしていただいてます。はい、もう本当なんか田舎に都会の雰囲気がポッとここにできて、もともとこの建物がね、みんながちょっと注目してる建物だったので、うん、なんかホッとする、うん、なんか似合ってるよね、この田舎の景色にね、うん、似合ってるよね、うん、この建物とこういう食事ができるっていう感じが、うん、で地元のものね食べられたらね、うん、いいもの、うん、ここにレストランができたこと自体が、その私だけの思いでは全くなく、この武田の皆さんの思いなので、
これあのお野菜でこう関わっていただいたりお米で関わっていただいたりもうそういうことができることが一番嬉しい。もともと飲食店を開くことが夢だった光さんは武田に戻ってきてしばらくすると福井市内のレストランに勤め始めました。以前保育園だった建物を利活用する案が持ち上がったのはちょうどその頃、およそ7年前のことです。光さんにとってまたとない話でした。それ以来武田の人たちと協議を重ね地域振興の柱の一つとして5年越しでラ・クラルテのオープンにこぎつけました。まあ、自分がこの頭に立ってやることが果たしてこの武田にとって堺市にとっていいのかどうかっていうのは悩みましたけど、はい、皆さん応援してくださったので皆さんやっぱりこのレストランができるまでもこのレストランを立ち上げるためのメニュー開発であったりとかそれが武田の住民みんなで考えたりとかいろんな企画といいますかことをやって経てここができたので、まあ、皆さん関心持ってくださってその辺で会えばどうやって声かけてくれたりしてくださっているので、はい、そのおかげだと思ってます。武田にこんなとこできたんだよっていうのを武田の方がよその方に言ってくださっているので、はい、広まってるのかなと思ってます。光さんの夫の明弘さん、長男の光くん、そして長女の千夏ちゃん、家が近いのでお店に顔を出すこともあるそうです。明弘さんは岐阜県出身、名古屋で光さんと出会って結婚し武田に移住。武田に来てから林業を始め6年前に独立、自ら林業の会社を立ち上げました。普段ずっと今までもう割と街中で育ってるんでここまでの田舎って住んでみてあ違うなっていうのを引っ越した後で気がつきました。良かったと思う、特に子育てなんかは、うん、都会でね、狭苦しいとこで子育てするよりはいい環境かなとは思います。持ってるのとご近所の同じ世代持ったお家でも今日お昼食べとくよとか一緒に言ってくださることも多くて、うん、甘えっぱなしです。共働きで家を空けることも多い光さん、近所の人たちが子供を見てくれるおかげで仕事に力を注ぐことができる、そういうコミュニティのあり方が田舎ならではのメリットなのかもしれません。僕が学校行ってる時にそのレストランやってたり、夜いない時はお父さんかいとこの家か行くし、別にそんな寂しいってことはないです。学校にショップカード持ってってくれたり宣伝も先生とか筆箱にはショップカードが入ってる営業マンですよ。本当に一番の営業マンですよ。同級生のお父さんお母さんが食べに来てくる、ね、多いよね。本当にありがたいです。自慢というよりただ遊びに来てくれるのが嬉しいだけ。みんなに来てもらうな。地域の人が協力してくれるだけでなく子どもたちもお店の宣伝をしてくれているんですから、光さん、さらに仕事に身が入りますね。冬、武田は山間部ということもあり、辺り一面、雪に覆われています。ラ・クラルテでは薪ストーブが大活躍。使っている薪は、林業をしている夫の明弘さんが持ってきてくれたものです。薪を使ったストーブやオーブン、木製の食器など武田らしいレストランという演出に一役買っています。この日ラ・クラルテには大勢の人が集まっていました。秋田県にある
山の学校北の風の小野信孝さんがワークショップを開くためにわざわざ武田まで来てくれたのです。光さんが東京で開かれた小野さんのワークショップに参加したことがきっかけで知り合いました。今回のワークショップは秋田の八幡平ポークと石川の能登豚を使った生ハム作り。このうちの何本かはラ・クラルテの料理に使われます。ひっくり返したんでだいぶ塩落ちてしまっていると思うんで、周りのものをかき集めていただいて、もう一回こう全体に、塗布しながら上にこう盛るような形を、松下さんやっぱり非常に何でしょう、食材に関してやっぱ熱心な方で、私どもも単純にこう生ハムのことをお教えしたんですけど、その後もイノシシで作ってみたいですとか、あとはこういろんなご質問やらをこうやり取りする中で、彼女がまた漬け込んだものを持ってきたりっていうやり取りがそれ以降も続いております。はい、こうしたワークショップなどを通じてたくさんの人が集まる場を作る、それこそが光さんがラ・クラルテで実現したかったレストランの形でした。このテーブルの上だけでお料理を出すっていうことに限らず、この武田をこの景色も含めたものをこう味わってもらえたり体感してもらえるレストランにしたいなっていうのが大きいので、軽井沢って聞くとこうイメージがファーって浮かぶじゃないですか、頭の中に。それくらいこう武田って聞けばファーとこういう景色であったり、こう水車の横にレストランがある姿とかキャンプ場があるっていう姿がファーっと人の頭に浮かぶくらい、武田っていう土地が浸透していくようにそのお手伝いというかができたらいいなと思って、はい、なのでここでウェディングっていうことも計画してますし、はい、いろいろ考えていきたいなと思ってます。こだわりの食材を使って武田の味を提供するだけでなく、ラ・クラルデでしかできない体験を共有する、武田に暮らすという選択をした光さん。彼女が目指すラ・クラルテという舞台が武田に人が集まる大きな魅力の一つとなるのかもしれません。